とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエスト、来てます。4人で来てます。4人のデイリーって、もう鬼のような強さなのよね。まあ、そこをちょっと、全員で力を合わせて、クリアしていきたいと思います。頑張るぞ。もちろんね、キャプテンを6体探すつもりで行きますよ。もちろん。よしよし。とにかく俺が先行して敵をね、下で動けなくして、そこにみんなで攻撃していく感じで行こうかなと思うんだけどね。どうだろう。この連携がうまくいくかどうかだよな。うん。まあまあ、いかないな。喋りながらじゃないと。さすがにそれはできないよ。よし、多分この奥にいそうな気配はあるんだけど、どうでしょうか。いた、やっぱりいた。とにかくキャプテンを全部倒します。矢が必要だな。ちょっと矢を無限増殖したいところ。無事に矢もね増殖できたから、このまんま行きましょう。さすがに硬えな。本当にめちゃくちゃこのね、高難易度の時、特に4人プレイの時、スライムがとにかく強いのよ。スライムで、しかも防護とかつけてるスライムいたらもう地獄だからね。こいつにやられることすらね、全然ありえるから、スライムはマジで要注意で行きましょうよ。オッケーオッケー。こういうところは俺の独壇場だね。簡単に下を絡ませていけるんで、こういうところは任せろ。よし、オッケーオッケー。生き返らせるのもね、連携だもんね。1人が生き返らせて、他が周りを倒していくっていう。安全確保っていうのもね、重要だからね。おお、なんかパーティーの正体が来た。ごめんね、ちょっと。今はマルチで4人でやってます。お、ここキャプテン2体いるぞ。2体いる、ここ。ラッキー。オッケー。うわ、奥の方になんかえっぐいのがいる。ちょっと待って。奥の方えぐいな、あれ。でもキャプテンもまだ奥の方にいそうなんだよね。ああ、もうマジ、うわあ、最悪。きっつ。あー、奥にもいるわ。これはきつかった。ごめん。ここはきつかった。まあ、とにかく倒そうか。とにかく。ね。はい、オッケー。このね、スライムがね、これ専門なんだ。このスライムはちょっとなんとかしよう。俺がツタで絡め取ってる間に行くしかない。え、何プレイヤーのダメージ 60% 減少ついた。もう最悪だ。これは無理だわ。これはかなりきつい。でも4人ならいけるか。弱音を吐かずに行ってみようか。うわ、いけ。うわ、きつい。これ生き返らせるのも本当に一苦労。よし、ありがとうありがとう。うわ、きついこれ。おお、なんとかいけた。ちょっと待って待って、モブの HP110% も。これもうどうしようもないよ。これはどうしようもないって。ダメージが 60% 減少して HP が 110% だと、これはどうしようもない。うわー、ここキャプテンいるけど、これ勝てねえよこんなの。これはきつすぎる。おお、倒した。もうそこら辺のボスより全然強かったけどね。出た。プレイヤーの HP40% 減少。もうどうしようもありません、これは。これは無理だわ。いや、デイリー無理だと思って、古代狩りに来たのよ。古代狩り来たのはいいんだけど、古代人が出ない。でもまあまあまあ、クリアできるよ。ギリね。うん。かなりきついけども、ギリギリクリアは、できるっぽいね。ちょっともう一周頑張ろうかな。まあ、とりあえずクリアしたんで、見ときましょうかね。アイテム欄は空いてる。全部いらないね。いらない。トゥルバドゥールは、いらないな。いりません。エメラルドいらない。勇者は、惜しいな。エナジーついてて、いやいや、それぐらいか。いいやつは。ダメだね。次。ダメですね。外れ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ2周目。ラストかな。頑張りましょうか。おお、なんか、古代人出てた。やばい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 、もう。いけるか。いや、ちょっと厳しいか。いや、いけそう。お、なんとか抜けて。いや、これ生き返らせるのはちょっと無理だぞ。俺か。ありがとう。俺が生き返ってた、いつの間にか。ありがとう、ありがとう。いや、まさか俺が生き返ってると思わなかった。もう。ちょっと待って、これやばい。やばいやばいやばい。よし。ちょっと待って、あと1体。今のはちょっと惜しいでしょうよ。まあまあ、名もなき刃とカトラスと魂のクロスボウか。厳しかった。やばいな。やばいな。矢がないぞ。矢なしでここは結構辛いと思うけどな。まあまあまあ、やれるだけやってみよう。よしよし、ザコは倒した。マジか。これは辛い。ちょっと待って。おっしゃ、倒した。ギリギリ倒した。あれ、いつの間にか1人抜けてるな。1人抜けちゃってるな。戻ってきた戻ってきた。よし、機械化装ブレード。それでは終わりましたね。見ていきましょう。途中で1人抜けちゃったみたいだね。いいぞいいぞいいぞ。フロストサイスはよろしくないけど、機械仕掛けどうだ。クールダウンがついてないからちょっといらないかな。次。スペルバウンド。これはあんまり好きじゃないんだ。エンチャントもよろしくない。いりません。ツターマーどうだ。運がついてる。でも他がな。ありがとう。ありがとう。ツターマーはいりません。次。マウラーズ。懐かしいの出たね。でもエンチャントはよろしくない。次。山猫、いらない。魂、いらないね。最後、覆われた怒り。いや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 。痛みがついてると、これは使い物にならないな。ダメ。氷の牙、いらない。デュアルいらない。で、今日出たやつ。どうでしょうか。これなかなかいいんじゃないですか。ポーションバリアついて、クールダウン、そしてデスバーター。うん。で、こっちも選べるね。うん。雷フォーカスも選べる。お、なかなかいいんじゃないですか。ありがとうございます。で、機械化ソーブレード。いらないね。いりません。で、名もなき刃、クリティカル2か。いらないな。はい。で、これがね、さっき出たやつで、まあいいかなとちょっと思ったんだよね。うん、フルメタルなかなか性能がいいんで、で、それにさらに、デスバーターでしょ。で、雷フォーカスに採掘者。で、なかなかよろしいかなと思うんだけども。まあちょっと今度使っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。